どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。2.2 ガチャ前半もそろそろ終わりが近づいてきましたね。前半のガチャは追加攻撃編成を強化する2人ということもあって、どちらかまたは両方引いたという方が多いのではないかと思います。コースターを初めからプレイしていれば何かと組み合わせやすいキャラだったりもしますが、バージョン2.0からだとキャラ不足などもあり大変かなと思いますね。そんな方向けに今回はロビン、トパーズと相性のいい星音キャラを中心に編成などの紹介をしたいと思います。活躍具合としては裏には10、11の炎弱点の敵で試していますので、それなりに使用ができるラインなのかなと思います。それでは今回のロビンとトパーズのステータスになります。ロビンはレベル80で、公演水は明日のための旅となります。異物は囚人、ガンマン、戦士のセットです。攻撃力は3900弱ですね。トパーズはレベル80で、公演水、最後の勝者となります。異物は太鼓、サルソットで、普通は攻撃力にしています。今回はこちらの2人をメインとして活用していきますので、参考程度に最後まで楽しんでもらえればと思います。それでは早速解説していきます。それでは相性がいい星音キャラを紹介したいと思います。今回の相性はキャラ単体で見た時で選抜しています。まずはロビンから見ていきましょう。ロビンに関してはフェルタ、摂衣、静寂、4凸ですね。でギャラがリンクスとなります。ロビンに関しては調和キャラとして攻撃力をアップすることができ、さらに追加攻撃のバフを盛れるので、そこを中心に相性を見ていきます。星4で相性のいい追加攻撃持ちとしてはフェルタ、摂衣、4凸の静寂となります。フェルタに関しては HP を半分以下にすれば追加攻撃発動するので、複数戦や氷弱点の敵に対しては強気にいけるっていうところがありますね。特に複数戦の場合は攻撃力アップによってまとめて敵の HP を削れるので非常に相性がいいです。摂衣は撃破特攻でダメージを出すキャラですが、そもそも攻撃力や会心ダメージがある程度必要なので、アタッカーとして相性がいいです。また人生削りにおいても優秀なため、ロビンの即行動と合わせることによって相手の動きを止めやすくなります。静寂については4凸の場合相性が良くなります。もちろん普通に使いやすいキャラですが、追加攻撃の恩恵を受けるなら4凸からです。雲状態の時に通常攻撃または強化通常攻撃を行った後に追加攻撃を1回行いますので、この時に恩恵を受けれるというところですね。追加攻撃の恩恵だけだとちょっと弱いというのはありますが、攻撃力アップのバフを受けると一気に火力が伸びる星4のアタッカーは相性が良くなっています。またロビンに関してですが、孫悟キャラや耐久枠が足りない場合、豊穣のキャラが非常に大事です。そのためギャラガーの攻撃による回復やリンクスのヘイトを変える動きはロビンの HP 管理につながるので非常に相性が良かったですね。ロビンは星4の耐久枠を誰にするかによって生存確率が大きく変わるところですので、しっかり耐久枠は育成していきたいところです。また汎用性が高いので、アタッカーなら誰でも相性が良く、追加攻撃持ちならなおよしという感じになりますね。裏には11後半をロビンと星4でプレイしてみましたが、アタッカーさえしっかりしていればクリアは可能でした。火力面が足りない場合は調和主人公などを入れて撃破特攻寄りにすると、多少は火力が安定したりするかなというところですね。行動順アップによってはしっかりと弱点撃破から超撃破の攻撃連携ができて扱いやすいっていうのがあります。続いてトパーズの相性がいいキャラについてです。アスター、ケイウン、ペラ、ケイナイフン、ヘルタ、セツイ、ナノカ、ギャラガーとなります。トパーズに関してはロビン同様、ヘルタ、セツイと相性が良くなっています。ですがこの2人はアスターやテイウンといったバッファーとも非常に相性が良く、使い勝手が良くなっていますね。まずアスターに関してですが、炎バフとソフトバフのおかげでトパーズ自身の火力と株の攻撃回数を増やすことが可能です。これによりトパーズは追加攻撃の回数を増やせれるので、株の行動順を引き上げやすくなります。続いてテイウンについてですが、単純に火力アップと必殺技の回転率アップで株の性能を引き上げれるという点です。トパーズの必殺技の発動は追加攻撃以外に反応して株の行動順を引き上げれることが可能です。これにより味方が追加攻撃持ちでなくても単純に株の行動回数を上げることが可能となるので、手数が増やせます。場合によっては追加攻撃持ちの星4より攻撃回数を増やすきっかけになるので、テイウンは非常に相性が良くなっていますね。ペラ、ケイナイフに関してはデバフで火力面のサポートです。ヘルタと摂衣は追加攻撃で多少下部への援護が可能となります。
耐久枠の7日に関してはバリア持ちが攻撃されれば追加攻撃の反撃をするので、カブの速度を敵のターンで上げることは可能ですね。ギャラガーは回復役として割り込みしながら相手に攻撃もできるので、トパーズの必殺技中であれば相性が良くなっています。トパーズは星4の追加攻撃持ちはちょっと発動までに手間がかかるため、バッファーの方がより相性がいい傾向でしたね。そもそもトパーズ自身アタッカーとしての適性はそれなりにありますからね。トパーズの火力を伸ばす方に集中するとダメージも伸ばしやすいかなと思います。トパーズに関してもウラニア11の前半でチャレンジをしてみましたが、クリアするだけなら問題なくいけたっていうところでした。どうしても追加攻撃による下部の行動順引き上げが遅くはなりますが、火力耐久ともに安定をしていた編成でしたね。この弱点持ちなら強気にいける編成ではあるので相性も良かったなと思います。それではロビンとトパーズ両方入れた編成を紹介したいと思います。いくつか裏には10以上で試して十分な戦力になったものを紹介していきます。まず1つ目、炎特化型となります。ロビン、トパーズ、アスター、ゲラガーですね。トパーズをメインアタッカーとして活用するならこちらの編成が一番扱いやすかったです。ゲラガーの育成ドアによって耐久面の不安が解消されるので、意外と扱いやすい編成というか、ゲラガー優秀すぎるっていうところですね。欠点としては追加攻撃によるトパーズの行動順アップがないので、炎弱点の敵だからこその編成といったところです。ただし高難易度だと耐久面からか SP 管理が結構きついところがあるので、手動である程度コントロールするのも大事になる編成ではありますね。続いて追加攻撃型の編成です。ロビン、トパーズ、節位7日となります。7日の追加攻撃カウンターによって株の速度を上げれるため、他の編成よりも株が動きやすい編成となります。星4の孫悟に関しては7日くらいしかいないので、バリア持ちで組ませるならこの編成がいいというところですね。バリアを張るまでは SP の消費と耐久面での心配がありますが、凍結の遅延とバリアがうまくいけば多少安定するっていうのがあります。ただし弱点がつけないと追加攻撃の発動が遅かったりするので、耐久面を確保しながら戦えるのかが重要です。カブのターゲットを間違えたりバリアの張り具合でチーム全体が危険になりやすいので、プレイする際は手動の方がいいかなっていう編成ですね。続いてダブルアタッカー編成についてです。ロビン、トパーズ、ヘルター、ギャラガーとなります。トパーズと星4アタッカーを入れた編成ですね。ヘルターの全体攻撃である程度敵の多さにも対応したものとなります。ヘルターの追加攻撃の発動条件が厳しいという一面はありますが、敵の強さによっては活躍しやすかったりもします。ロビンのバフでトパーズとヘルターの攻撃力が上がるので、単体と全体を徐々に削れるのが非常に強いというところですね。またヘルターの部分を節位にして単体の弱点撃破を確実に狙うのもありかと思います。ロビンとギャラガーで SP を多少節約はできるので、攻撃に集中しやすい編成といえますね。ロビンとトパーズを含めた編成例としては以上となります。いろいろ試してはみたんですが、裏庭のクリアラインだとこの編成が良かったですね。ただ星5がいない分追加攻撃の面で劣るところがありますので、その点だけはちょっともったいないなという気はしました。それではそれぞれ星4キャラの相性についてまとめていきたいと思います。まずロビンの相性がいい星4キャラです。耐久枠をしっかり確保し、攻撃と回復の両立ができるキャラ。アタッカーは基本誰でも組ませやすい。調和主人公がいるなら超撃派編成で組むのがありというところです。まあ単純に汎用性が高いので、ロビンをしっかり活かせれるように耐久枠とアタッカーを組ませたいというところですね。ロビンに関してはあまりがっつり決めなくても使いやすいところがあるので、ロビンを主軸に使うなら今回紹介した編成という感じになると思います。続いてトパーズです。トパーズに関しては攻撃力と速度を上げる味方と相性がいいです。2つ目は炎特化にすることで編成が組みやすくなるというところです。3つ目は追加攻撃持ちの味方がなるべく欲しいというところですね。炎アタッカーとして優秀な人生削りと攻撃力があるので、まずアタッカーとしてサポーターがいることが重要かなと思います。トパーズの火力をどれくらい上げれるかによっては敵を倒しきることが可能なので、そのあたりのバランスが大事ですね。ということで星4キャラとの相性については以上となります。星4で追加攻撃特化のキャラがまだ出ていないので、そのキャラが来るとまた違った感じになるのかなと思います。まあ、ただ今現在としては星4キャラの相性はこんな感じになるかなと思いますね。まあ、そういった意味では期待ができる楽しみな2人かなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。